はい、どうも、タクタクです。恨みっこ、第2話、やっていきたいと思います。安藤くんが、怨霊になってしまい、村岡式子の部屋に行こうというところ、行きましょう。ここ出る。出て、うわ、あ、この歌は、テーマ曲やん。おお、来た。もう、あれですからね。おお、安藤くん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 、あー安藤くん強い初ゲームオーバーうわぁマジかー今すっげーキャンセル押してたんですよちょっと出だしがあれでしたねうわぁ初ゲームオーバーなっちゃったここからだとあこのあれかこれ前回ここセーブしなかったからなで、ここに行くと、西野どこだと。これ前回の続きですね。ここカット、ここカットされてんだろうな。ここ開けてくれよと。で、安藤くんはもういないんだと。いや、もうやばかった、さっきの安藤くん。安藤くん超怖え。てか、強え。何より強え。一番強いかもしんない。やっぱ、現世の強い執着心が怨霊を強くするみたいな、そういうとこなんでしょうかね。いやー、怖えな。こうなんか、こういう、なんていうんですか、この、写真っぽい感じ、お、来た。あの涙を流す感じもちょっと逆に味があっていいよねみたいなことを言いたかったんですけどそれどころじゃなくて怖っ超怖いちょっとこう一回戻ろうかちょっと保険をかけてそういうことそういうことちょっとセーブをしたかったね今おー、やめて。目が、一気に目が覚めたわ。ちょっと眠かったんだけど。ここを曲がると。うわ開けてね、蹴って。ああ、よしよし強っ安藤くん。もう次出てこられたらもう、終わった。ああやばい超怖いんだけど。安藤くん、超怖え。喉痛い。いや、なにキャッどうしたのえ、壊してきたんだけど引き戸が開けられないならぶっ壊せばいいまさか教室の中に入ってくるのこえよ。もう心臓痛い。逃げろ。ああ、安藤くんと戦いたくね、強いんだもん。来るでしょ、もうどうせ、これ。おー、怖い。いや、もう次無理。絶対次無理。ああ。小式子さん、いるとこだっけ、ここ。村岡さん。助けて村岡式子を探す。はい。ここでしょあ、いなくなったよ。いないなんでええのどこへ行っちゃったのやばい。来たどうしようどこかへ隠れる。隠れられるようなところあったなくない？もうこう進むしかないんじゃない？だって。もう進むしかないよね、これね。他に、あれこれどこから来たんだっけ？あ、隠れられる場所がないじゃん、だって。もう逃げられない。
え、なくない？あんのかな？あ、丸がでもついてる。ないしな。ここって調べてるよね、もうね。あ、ここに隠れれるんだ。隠れる。ああ、もう肩に力入りっぱなしなんだけど。私はいつも安藤くんに助けられてきた。どうして私みたいな人に構ってくれるのかわからなかったけど、いつも楽しそうに話してくれるのが、嬉しかった。いや、これはまあ、あ、だから好きだったんでしょ？でも。そんな安藤くんが死んでしまった。はい。いや、これもう、この、しきこさんの謎。どうして闇の木造校舎に人々を引きずり込んでいるのか。そしてプールの水を抜いても倒すことができなかったのか。あの巨大化したしきこさんは何なのか。飲んだんだよ、だから。こぼれちゃうって言って。いろんな謎が頭の中を駆け巡った。でも今は、安藤くんを何とかしないと。安藤くんは引き戸を破り、安全地帯だった教室へ侵入してくる。もうどこにも逃げられる場所はなかった。捕まるのか。あれ？終わった？え、気になるんだけど。すげえ気になる。これ本当終わりなのかな、これで。ちょっとなんかちょっとチラッとこのオチぐらいは。ああ、なるほど。来てるよ。どっちから来る？左か？足が見える。分かっちゃった？誰かなるよね、そう。助けてあげて。続くの、ここで。安藤圭介、西野優、あやい傘じゃないですか。今んとこまだ西野さんは、やられてないっていうことだよね、多分ね。3番。おっ！黒板？それ。何を叩き割ったの？変な汗がやばい。で、いっぱい出てるんだけど、今。終わったー！うわー、変な汗いっぱい出た。はい、というわけで、恨みっこ、つぐのひーたん2第2話、これで最終回ですね。いや、どうなるんだろうね。とりあえず、西野さんはあのまま逃げ続けて、なんとか次の、多分また犠牲者がこう来るんですよ。おそらくね。来て、で、その時にもう衰弱しきった、西野さんに会うかみたいな。違うかな、なんかそんな感じのイメージで、だから。もしくはもうほんとこのまま西野さんから再会するか。で、西野さんのこう最後こう、ダイングメッセージ的な、水の、青い水をプールから、は、なんだ、捨てても、何の意味もなかったみたいなのを見つけて、じゃあどうやって倒せばいいんだみたいな、状態になる。いや、でも村岡四季子はどこに行ったんですか、あれは。っていう謎がいろいろあるけど、もう結局ここでモンモンしててもしょうがないんで、第3話が出るのを待ちましょう。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。あー、面白かったな。いや、本当次の日は毎回楽しいっす。もう出るたびに本当楽しいですね。あー、待ち遠しい。これ次いつなんだろう。ちょっと次いつとか調べてませんけど、出ましたらまたね、早めに実況したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。また違う実況動画でお会いしましょう。ではまた。
ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければコメントで感想を教えてください。あとチャンネル登録はお済みですか？チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック、スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。 Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないとお仕置きだべー。